ハロー、アサギヌです。今日はなんと美容院に行けるのです。見てこの髪の毛、見てこのプリン、最低。このプリンっていう状態は靴下に穴が開いているっていうぐらい、人様にさらけ出すとすぐにだらしないっていうことがバレるところなんです。あー耐えた、やっと行ける。そしてこの髪の毛の金髪さ、こんな女色じゃ金髪のただのギャルかヤンキーじゃないか。ギャルっぽくはなりたくないよ。ハイトーンにしてると1ヶ月ですぐにこんなにキンキンな色になってしまうのです。今日はやっと染めに行きます。嬉しいね。あと髪の毛もカットしに行きます。アサギーニョの髪の毛どうなってるか、サイドとバック見せてってコメントくれた人がいるんですが、こんな感じになっています。サイドバックということで、今日の動画のテーマはカットとカラーで人はどのぐらい変わるのかというテーマです。でくるぜ。はい、染めた&カットしました。ではお披露目タイム。じゃーん。まずプリンもなくなり、金髪もアッシュ系の色にしてもらいました。もうヤンキーじゃないぞ。ヘアカラーをチェンジするだけで髪の毛のツヤが見えるようになるのです。そして髪型、ここのピョンってしてた襟足を切っちゃいましたので、よりショート部分に近づいたんではないでしょうか。でもね、アッシュ系の髪色を入れた人、もしくは金髪だった人はよくわかると思うんやけど、髪色ってさ、すぐにさ落ちちゃうの。こんな最高な髪色とおさらばしたくないっていう人に必見の必見。うちがいつも使ってるシャンプーをご紹介します。必見、紫シャンプー、アレスっていう、アレスっていうところの紫シャンプーを使ってます。必見必見。紫シャンプーを使い始めたのは数ヶ月前なんやけど、これのいいところはアッシュ系の髪色を持続させてくれる、黄ばみを抑えてくれるんです。紫っていうのは黄色の反対色やから、黄色みが出たのを打ち消してくれる効果があるから、このムラシャンを使って髪の毛を洗うと黄ばみが出るのを抑えてくれるし、でさ、このムラシャンってさ、もういかにも体に悪そうな、大丈夫かよこんなの使っててっていう感じに見えるけど、実はムラシャンってすごいトリートメント効果っていうか、髪の毛にすごい良いらしくて、というそんなに髪の毛に悪いものじゃないっていうところと、あとね、デメリットを言うと泡立たない、すっごく、もう全然。まあそれになれたらもう泡立つのを諦めてこれを使ってます。なのでうちさ、この紫シャンプーずっと使っとるけどさ、たまにさ急にさ銭湯行くこととかさ出てくるとするやん。そしたらさ、何も持てないからさ、銭湯のさリンスインシャンプーみたいなやつさやるやん。もう乾かしたらもう、あれなんか金色に光ってるみたいな。リンスインシャンプーは最悪やけど、まあ、市販のやつに変えて使ったりとかしたら結構取れるの早いから、ムラシャンは結構使え、ムラシャンの効果は結構高いやと思う。ムラシャンもこれ以外にもたくさんのメーカーから出てるので、 Amazon とかで買うといいと思います。さて、この髪色はいつまで続くか、スマホはパソコンの前の皆さんもそこに注目して、これからも朝芸の動画見てください。この髪色取れへんようにみんなも祈って。ほいっていうことで、髪の毛をチェンジしたっていう動画でした。どうかな、前よりも全然うち的にはいいと思うやけど、前の方がいいっていう人もいればぜひ教えてください。サラリンサラリンサラサラリンサラリンサララサ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 ラリンリンサラリンリン、髪の毛サラサラショートだったら痛みにくい、サラ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 髪の毛シャラサラシャラララララ。前よりも前髪切ったからか幼くなったよね。最近さ、私もさ、年なのか若作りしようってさ、なんかさ思ってきてる自分がいて怖い。でもな、私思うやん、だんだんね、年を重ねていくとともにね、まあスカートが短いの履けなかったりとか、こんな子供っぽいの着てたらちょっと若作りしてる風に見られるとか、ちょっとアホっぽいとか、年齢自覚してないと思われるとか、そういう風に思って、みんなどん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 さ、ファッションが落ち着いてくるんよ。まあ大人の女性には大人の女性なりのファッションになってくるんやけど、一回でも自分がそう思っちゃってそういうファッションになってきたら、もう二度とそういうヤングな服はもう着れなくなっていくんやん。それってさ、すごいさ、もったいないと思うよね。だからさ、うちはさ、大きくなってもさ、まあ大きくなってもっていうか、大きいねんけど、まあ、これから年を重ねても自分の好きなファッションを貫いていきたいなって思います。だから
これからどん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 おばちゃんになっていくけど、あのカラフル靴下とか派手派手なファッションとかすごい奇抜な子供っぽいファッションでも私は続けていきたいなって思います。多分最近分かったけど結構な勇気やと思うんやけど、みんなさ素敵な大人の女性ってなっていってるんやな周りが。それもさ自分で見ててさすごい綺麗な美しくなったなって友達のこととか思うねんけど、実際自分自身そういうファッションをしたいかって言われると、もっとなんか綺麗めなヒール履いてキラキラつけてっていうよりかは、もっと赤い靴下履いてみたりドットのワンピースを着てみたりしたいわけ。だからこれからもおばあちゃんになっても自分が着たい服を着続けるおばあちゃんになりたいと私は思うのでございます。だってそうじゃないと楽しくないもんね。ほい、ご視聴ありがとうございます。グッドボタン、コメント、チャンネル登録待ってます。じゃあまた明日も見てください。ご視聴どうもありがとうございました。パソコンでご覧の方は動画の左下のチャンネル登録ボタンをクリック、スマホでご覧の方は動画の右下のチャンネル登録ボタンをクリック。チャンネル登録どうぞよろしくお願いします。また見てください。じゃあねー。